どうも皆さんこんばんは、ひりかけです。今回はね、アウトラスト2やっていきたいなと思います。前回の続きからになりますね。さて、ここはアイテムがなさそうです。福祉君が閉める閉めるかな。行っちゃっていいかな。いや、ちょっと待って、ここの家確認して。来いよ。で、ここの鍵かけてもらおうか。あいつらは入ってこない。はい。開けちゃったよ。閉めて、一旦安全ゾーンを作っておく。誰？あ、これもあれなんかな、キリスト教徒の人なのか。いや、俺はね、そういう宗教に。俺は神道だから、日本人は全体、大体そこら辺の神道だから、大体関係ねえだろう。うわぁ！なんだ？あっ！え？どこ？記憶？What the hell？ どうなってる？ I'm dreaming。 これは夢か、何が行かれたのか。どっちかだね、確かにそれは。こっちか。お、音楽室だ。I'm sorry I have to do this. こんなことになってごめんなさい。私は、you should have loved me. 私を助けてほしかった。神様許してね。どうしたらいいのか分からない。本当にごめんなさい、ジェシカ。I'm so so sorry, Jessica. ん？ I remember this. Jessica. 写真まで。And Lynn. Lynn. When we were. 俺たちがまだ。くそ、小学4年生に逆戻りか。最後の時は過ぎた。Back in the fourth grade, and everything was getting any worse. 全員幼馴染的なあれだったんだろうね。多分。一応これ持ってきて。写真は撮れないっぽい。写真は撮れない。How the fuck do I get out of here? どうやってここ出る？わからない。謎が多いな。廊下だ。いや、ちょっと。開かないか。ん？開かないか。表示すらも停止。とりあえず行くしかないな。誰だあいつ。お前は誰なんだ。俺か。おお、タックル。行けそうだけど行けないな。イグゼイト。ほら、ほら、おい、寒い。サイレントヒル。サイレントヒルみたいだな、ちょっと。外が何も見えん。本当に何も見えない。サイレントヒルみたいだな、ちょっと。お、こっち。うわなんだ。痛い。大丈夫か俺。しかも、おお、誰だお前。You're him, ain't you? あんた。The outsider. 外から来た。No, so they killed you, didn't they? やつに殺された。No. いや、まだだ。Not yet. But they'll do it if they find you out here. ついてこ。なんだこのおっちゃん。いいおっちゃんだ。Who are you? My name's Ethan.イーソン。Are you one of them? あ、つまり、あんたは仲間か。仲間か。どっち側なんだ。あんたであんたを殺されるのって。I've been. 私は生まれぬ子だ。多くを見すぎて信仰をなくした。But you're not one of those other ones. だがあんたは奴らの仲間じゃない。The heretics. Didn't say squat when my wife got scarred. やばい。Had to get cast out.ケガラビトになって強くなる。クノスが、なぜなら、プレステムセルフマイアンディ。娘はまだ15歳。いたい、ひどい話だ。だが、奴は言った。私の、奴が娘に腹立つことは、敵に行くのではない。私は娘の腹を切り裂いて、大使を殺すように命じられた。どういう、あれなんだ。ぼやけすぎて何も見えない。ごめんね、
足が遅くてさ殴られた反動のなんだ。I gave her chance to run. だから娘の話を適当な話をでき上げた。昔から口だけだったしね。もう気づいているか。You probably noticed. Jane Doe. Sorry. Your daughter. She was 8 months pregnant. One haircut like a boy. ブロンドのショートヘア。Yeah. ああ。What do you know? 娘に会ったのか。You seen her? It's why we came here. ここへ来た。Is she alright? 娘は無事か。Please. 無事だと聞いて。Just tell me she's okay. She's fine. 無事だ。Oh, thank God. そうか、よかった。Oh, thank God.And God bless you. Come on. Get you inside. それを話しとか聞いたからこっち。Hey there. 大丈夫じゃない。さそうだ。あまり、あまりつぶったようだ。I'll be okay. 心配ね。あれは。I should head down to Ruth's. ちょっとベッドがある。Bed down there. You can hide. Stay fixed up. 傷を癒せ。Okay. It's all right.He selects here. I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. 悪いようにはしない。なんかこいつは臭いな、なんか。なんか臭いな、こいつ。いや、とりあえず、ご厚意預かって寝ちゃおうか、寝ようか。いやでも妻が取られたんだからさ、こんな状況でおちおち眠ってもいられないよ。寝ても立ってもいられないよ。こんなセーブ入ったけど、Please, Blake. お願いブレイク。Where are you? どこの、怖い。これまたなんかオープニングでも見なかったっけ。He's coming. 彼が来るわ。また同じ夢。私は何も隠せない。正しくこれは意味の血だ。これは心臓の血の中で。Again, Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was, Prophet don't need your help in finding the devil's hole and interrupt me. Not questions even now, other heretics at chapel. 神が導いてくれ。God will guide. I ain't a heretic. You sin when you deny the prophet your daughter. You sin since tonight. Please just let me talk enough. No, the outsider is. His seed began to be. God and the prophet both know. Just let me talk enough. I can explain. これの事情が。God don't hear this. しかも死んでる。Be still. 動くな。あんた。Take your penance. 悔い改め。神はお前を愛して。神はお前を愛して。二度大事なことが二度言ったときな。娘に会えた時か。マジで。あれ。マジかよ。あ、そうか、娘に会えたといいが言って、やっぱ。あれか。You didn't give me up to her. あんた、俺は守ってくれた。Not even though she... あの女に逆らっても。Thank you. 感謝する。あの女ども、あの女にも、いや、違うな。あの女にもちゃんと、と、詫びる、必要がありそうだな。そしてあの、イケメンな、イケメンかわからない、あの神父にも。大神父様に、アナリーは病気だったと伝えてくれ。本当なんだ。彼女は、母親と一緒に暮らすために、他の汚れ人たちのもとへ向かった、ひどい病状だった。直視できないほど痛ましい傷だった。だから私はあの子を送り出すしかなかった。分かってくれ。他に選択肢があればそうしていただろう。私は人生の何よりもあの子を愛しているからね。なぜ大神父
クノースが私を嘘についていると思うのか理解できないが、君なら 大神父様を納得できる。これは真実なんだ。神は君を愛している。君のいとこイーサン。ちょっとイーサンってことはポーっていうなんか友達なのかな。もう一人いたんだろうね多分。お邪魔したよ。すまないな。あんたのおかげで傷は癒えて助かったよ。マジか。多分あれなんだろうな、あの不可解なその妊婦の殺人事件とか、まあ不可解な事件が起きたって言ってた。あれはちょっと大丈夫か。いや大丈夫か。で、あの不可解なその妊婦の開始っていうのが、まあ、事件が起きたって言ったんだけど、それはあれなんだ、そのあの おっちゃん の, あのイーサンの、イーサンって言うとちょっと紛らわしいけど、あのおっちゃんの多分娘さんだったんだろうね多分。娘さんっていう多分ことだったんだろうな多分。でまあ多分娘さんは殺されちゃった。結局はまあやっぱそう、あの行かれ京都に行かれた信仰し京都に見つかっちゃって、まあ殺されちゃった的なあれなんかな。俺がねあくまで考えるのはそこら辺までだから何とも言えんけど、特に誰かいた。じゃあ燃えてるだけだ。早くこうなんねえ、こうなっちまう前に早くこうなる、こうなっちまう前に自分の嫁さん連れて早く帰らねえか。やばい、腰やな、視界悪い。あ、でもそうした方がいいかも。なんだ、まあいいか、どうでもいい。俺には少なくとも関係のない話だ。やっぱ気になる。あ、神の命令。あ、俺ね、マイク機能を使ってやるからね。Not will redeem us from death. For even redemption cannot be hid from the spirit. We are robed in the crimson glory of revelation. こいつらの話なんか聞いてられねえな。まいっか。しおり。泳ぐと疲れます。安全な場所で回復しましょう。桟橋の場所とか絶対安全でしょう。バレねえ、1。OK。さすがに大丈夫か。まあ、いいか。苦しむ者たちは神の子供。異端者がこの世に悪魔のしもべか。こっちは開けられないか。ドアに鍵をかけ、窓を振っていたりする。で、してエジプト。そう。やれるもんならやってみる。これはもうちょっとね、なんか同じようなやつなんだけどね、まあ、ちょっと読んでるあれが一応読むか一応読むかこれ。そして私は見た、夜から解かれる渦を、内へと向かう炎、あらゆる方向から炎が中心へと突き燃え進み、我が部屋の壁から光を吸い込むと、
私は黒い鏡の上の油のように寝ないように変わる黒の中にぶら下がっていた。そして私は痛みをこらえて見た。刮目した。立地へと向かう炎だから生き物に似たものが現れるもの。人にとっての輪郭が、を球体にとっての輪を。球体の断面が輪となるように、この生き物の断面が人となるのだ。何言ってんだこれ。何言ってんだこれ。そしてこれこそが彼らの姿の形であった。彼らはイエス・キリストが十字架で苦悶する姿をとっており、その体つきや性器は男のものであった。そして彼らの顔は無数にあって互いにつながり、千の目があって千の口があり、見えていながら聞き離せないと翼と顎を持ち、そうした目や顎はいずれもより完全なる摂取を行うためにあった。それが彼の顔だったが、次の瞬間それは黙示録の4頭の馬と4人の騎士たちの骨にもなった。それからさらにそれらの顔は天使たちの生殖器となり、ついで燃え上がる焚き火となり、声を引き裂くほど美しい歌声だがした。 C で次いたい C でだ、砕き散った鏡の鏡像となった。それらの顔は一度にこれら全てとなり、それらの羽は互いにつながっていて、それらが羽ばたくと時間が止まり、私は空気を体に飛び込むことができなかった。どういうことだい。少なくともごめんね、俺には理解できなかった。さて、俺も多分どっかから行ってる。ファッキングクリスト。うわ、なんだ畜生。うわー、やられてる。どういうあれなんだ。これ多分火に近づいたらもちろんダメージ入ってたのかな。ひーうわひどい。あ、これでなんだろう。あ、貼り付けの系的な、なんか処刑魔女狩りのかの。彼らは、奴らは彼らの皮を剥ぎ木に切り付けた。彼女はまだ子供だった。あ、これがあれか、あの言ってた神父さんなのか分からんけど、 OK、 とりあえず行っちゃおう。まい、Y でバッテリー交換できる。はいはい、まあいいや。バッテリー、どれなら、いろいろ。お前相手か。うわー、マジか、連れがれちゃってる。無関心すぎね。Jesus Christ。なんてこった。The others call her Martha。子供たちは彼女をマルタと。Smell of what she burned。彼女は何かを燃やしていて、石炭の煙と乳化のような匂い。なんだ。あとあれだな、俺のカメラワークのあれが下手だから意味のわからんところ映して話になってる。まあいいわ。失礼するぞ。やつら、うん、我らはやつらに立ちんか。メゴンのエフォースじゃ、何に積みたい。でかくない？あ、じゃあ見せるのはあまり良くないな。見せるのはあまり良くない。多分、あのね、見せ続けたらワンチャン年齢制限とか。こういう時こそマイク壁越しにね。
よし、今のうちに越えちゃって。おー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 、ハロー。ハロー。行けなかった。さて、どうすか。こっちは。Maybe there's a way through the barn. なよ。あ、ここか。行くしかないか。なんだ、なんだ。ここ。いや。とっとっと。おうおう。あんた何も言わないんだ。あ、じゃあ失礼するわ。何も何もお高めなしだったら行っちゃうよ俺。うん、で、いや失礼します。暗すぎて何も見えない。隠れちゃうね。失礼。直してみるか。一応鍵かけてる。さて。あいつが間抜けて出しとったよ。うわぁ、ダメだ。いけるかこれ。トーン。え、こっちか。オッケー、横をちょっと通ります。まああいつら、あいつら間抜きだからここ通れねえだろ。また読み物だ。1月7日今日また3人送った。彼らも汚れレビトたちと過ごすことになる。彼らの傷はじくじくに振り、とても隠しきれない。大神父クノースは彼らの7人の子供たちを他の者と一緒に我が養護施設へと送ってきた。これで私が管理する孤児の数は40人を超えた。みんな私のことを激しく愛している。愛している。養子にすられることは分かっている。子供だけにしかやるできないやり方ね。彼らは、いや、私だけは太陽を昇るように自然で信頼できる事実なんだろう。そして、私も彼らを愛している。私が我が子を持つことはないだろうし、私なら多くの愛を捧げてやる。神が彼らを見据えようとも、私はそこに行っても彼らを慰め、導いてやるというか、この夢にはどういう意味か。わからない。これをいじったらなんか来そうだ。じゃあ行ってみなさい。うわ、ミイラになってる。マジだ。行ってしまおう。おおおお。ファッキンクライスト。残酷。すまないが、ちょっと言うと言う。あっ、こっち、うわぁ、チャージして、うわぁ、落ちた、いて。うわぁ、うわぁ、人だ、人じゃねえ、狂気だ。最悪だな、馬だ。じゃあ馬と人だな。いや、あんまり撃つのよくない。あのね、多分ね、本来だったらパート1で言っておくべきだけど、食事中に見るのはぜひともおすすめしない。さて、またキリストの五根、五根かな。よ、我を備えさせたまえ。大神父クノースよ、我を救いへと導きたまえ。キリストの恩血かな、恩血。
よ、我にそのワインを飲ませたまえ。切り裂かれた瞳に似て、で我に見せたまえ。神の天使をその剣を授けたまえ。寛大なる神を我が祈りを聞きたまえ。あなたの傷を得て我を癒したまえ。我をおそばで見た見守りたまえ。我を邪悪な世界から守りたまえ。そして悪魔の時間に備えさせたまえ。テンプルゲートの刻みにおいて我はあなたの創造物を守りに行こう。あなたが休息を授けるその時まで。アーメン。なんだ、結局こいつあれだよ、自分が助かりていいだけじゃないかよ。なんだこいつ。こいつなんだこいつ。まあいいわ、まあいいわ、先に進もう。あれは、あ、よかった。なんだ。え、スズメとかは。What was that? 閃光に包まれた。そうだもんね、でも鳥とかは、まあ、異常なまでの閃光に包まれると死んじゃうもんね。よじ登る。よじ登るか。あ、こっち？よじ、え？いける？いけない。あ、あ、ちょっと待って。一応こっち見て。見てなかった。しっかりとね。多分行けないんだろう。別の出口がある。じゃあ向こうで当てたっぽいね。ちょっとね、壁伝いしてる時に見たんだけど、ちょっと見えたんだけど。電池あるやないかい。もらっとくぜ。じゃあ上行こうか。じゃあ。なんかね、鳥とかってね、まあバイオね、バイオとかをね知ってる人だったらもう分かるんだけど。ね、まあ、スタングレネードを投げられて、まあ、鳥が死んじゃうとか結構あるん、まあ、実際もそうなんかな。だちょっと包帯ね、意外と持ちすぎてるんだよね。 There's gotta be a way back to the village. 包帯いつ使うんだこれ。こっちか。あ、こっちね。包帯いつ使うのか。熱いとかそういうことはない。大丈夫か。あ、危ねえ。こっちじゃない。あれ、あ、こっち。え、あ、こっち。ほら、これはこれ。おっと、どこだ。あれ、こっち行けないな。ちょっとこっちか。ここ怖っ。なんだろう、こういうところにさ、なんか洞窟に挟まっちゃって抜け出せなくなった子供とかいるよ。ニュースとかで見るよね。うっていい。なんだこれ。Church. 教会だ。いや違う、Some kind of こいつは Heretic Temple. 異教徒の神殿。He said she did it to herself. 彼女が自分でやったと。He said he was protecting you.どういう意味だ。まあ、あ、また一つ取り忘れてる。まあ、後で回収するか。2周目だ、2周目。コウモリ気持ち悪いな。藁で作ってあるのかな。藁で作るにしてもだいぶ精巧に作ってある。これはこっちだ、ね、え、こそっちじゃないの、掴むの。違うの。死んじゃったよ。最初のボンミス、あのチュートリアルのボンミスで死んだぐらい。Church. No. これはもう一回記録されてる。Some kind of heretic temple. 異教徒の神殿。これ大丈夫。
でもどうすんの。え、普通にこっちで合ってるよね。ちょっと待って、虫が。虫。ここだよな。ちょっと待って、一回走ってから。どう、あっぶねえ。多分あれだね、さっきのやつ走ってなかったから死んだんだな、多分。ダッシュジャンプだね、じゃあ。普通に。キュイ。進んでみて。俺が必要なのは、俺にとって大事なのはカメラ、ちょっと虫。俺にとって大事なのは。大事なのはカメラと妻だけだ。That has to be the chapel. したいくしかないか。カメラは基本的にずっと起動していたんだけど、カメラ出す手間の方があるし、ね、ちょっと待って、え、もうちょっと危ねえ。で、あ、また誰か行っている。違うか。部屋の中で、あそこ撮影しようとか。また逃すんじゃないか、これ。なんだ?こっち?ん?どこだ?ここはね、これ下へ組み抜けるのか。よいしょ。そうまた子供、じゃあジャンプした。また子供たちが死んだ。クノスはそうした子殺しに罪はないという。彼は皆神の軍勢の戦士なのだからと、神魔王に立ち向かって戦死した殉教者なのだからと、喉を鍛かれ憎い分かれたこの赤子たちは皆楽園では完全な姿になって我らを待っているんだからと。何言ってんだこいつら。何言ってんだこいつら。大神父クノスはまたこうも言う。我らの罪は夢の中まで我らを追ってくるのだと。だが私が夢の中で見るのは我が子たちを殺した時のことだけ。そして私は笑いながら身を覚める。更新していて大抵は失禁している。そして図らずも睡魔に起こされるのだ。今朝目を覚まして思った。私は子供の切り裂かれた喉の血で濡れているのではないかと。だがそれは確か自分が濡らしたものだった。ここの者たちにも似たような夢を見ている。我々はトンネルを掘り、その中で密かに会っている。集まった者たちで夢について語り、その意味を考えている。徐々にこれは刑事ではないのないかという気がしてくるな。だが、決して聖なるものではない。まあ、そうだよね。そんなクソみたいな夢見て、誰が喜ぶんだろう。ちょっと暗いね。あ、暗いね。本当に暗い。あんたも行っちまってるか。上行けるね。あ、板がちょっと打ちつけられてる。ダメだ。神が憎いのは我が子。殺せこれか。これで塞ぐ。じゃあもうちょいか。アイテムないかな。またあったわ。長いな。サリバンへ。大神父エゼキエル、ウゾツキベテンシー、苦痛の聖堂、中毒者、臆病者、ゴーカンマ、小殺し、私は抜ける。真実を見る勇気を持つ全ての者たちと共に、
追ってこい、狩り殺せ、我ら待っている。お前が山へ送り込んでくる者を殺し、犯すのは楽しみでならない。お前は私を憎んではいない。あ、じゃあ私はお前を憎んではない。イエスはユダヤ人だからと、パプテスト派を憎むだろうが、お前のもとでは、の無知な、で、愚かな念仏がなければ、私は真の典型を得ることもなかっただろう。お前の嘘に対するこの怒りがなければ、真実を追い求める勇気も持てなかったろう。お前の神は子供の迷信に過ぎず、お前の信仰心は恥でしかない。なんだろう、これが異教徒の、異教徒じゃないか、これキリストの派なのかな。で、もう一つのあれ、その、く、なんだっけ、なんだっけ、もう覚えてねえや。だっけ、クノースだっけは、なんか、その、もう一つの異教徒的なやつなのかな。本当の神の印はお前の目の前に、我ら全員の目の前にあった。そして、虚栄が心が強く、図に乗りやすく、愚かすぎて生きるに値しないお前は、そうした典型は、行かれる全能の神からの罰だと考えた。お前の神は恐れている。なぜなら、そもそも神ですらないからだ。お前の神は、お前自身のエゴでしかない。弱々しい偽りの神だ。恥さらしだ。我が神もまた、全くもって神ではない。だが、彼のものは本物だ。彼のものは絶頂を迎えるたびここへ現れる。そして我が彼かの子がこの世界を犯し引き裂き永遠の栄光をもたらすだろう。仲間になるとは言わない。お前は仲間になる。なぜなら我らの愛はお前には想像できないほど偉大だから。偉大だから。ファル。なんだろう。その この人はそのなんだろう。アンチ、その、アンチ異教徒なんだろうな、多分。近い。さて、こっち側には何もなし。しょうがないね。先進むか。